人間たちの。ついに総比から。結界を解除しなければゼウスの真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。総比からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るのはケルフス、知恵者の神だぞ。闘技場に入るには将軍殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。さすがです。あなたならばと思っておりました。わしの元へ来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破るにはそれなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さてここまでたどり着けるか。ヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。総比さんのくれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間。いい、私に挑むがいい。闘技場のあるじゃん。これでいいの。すごい、水の神様、やったね。この調子で参りましょう。次は確かリノンではでしたか。あの多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。やるしかありませんよね。そうしても見れば、あの闘技場の鍵は光。そしてこの腕輪には光明神アポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。見事な手際だった。そう言っておいて、私たちが結界を破ろうとしてるのよ。ゼウスって神様、まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。消去も油断しないでね。ほう、闘技場を制したか。まぐれではないかもしれない。わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開けるとは、俺に挑む資格はあるようだ。お前の力を見せてみろ。この闘技場は制しました。ナオトラ、皆様さすがです。私も頑張らなきゃ。敵をくじくにはこの手だ。怪物か。打ち払い、前に進まん。奴らの攻撃をかいくぐってくるとは。どうなど残留だったか。さすがです。あなたならばと思っておりました。奴らは順調に進んでいるようだ。ええ、我が君の助言をきちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれた。
そろ教えてください、あなたの真意を。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父よ、超シリュー光明神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった。うまい、父上の元へは行かせぬぞ。まさか私が敗れるとは。アレス、あとは頼んだ。アテナまで敗れた。だが俺がいるこの闘技場は決して破れ。そもそもポセイドンの力を持つのは奴だ。人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ、その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。ソーヒ殿、あなた。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だ。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレスよ、貴様に挑ませてもらうぞ。裏切れとは愚かな。理解できる。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。俺が破れたな。この時に腕輪の力などを与えるか。腕輪の力、果たして本当にそうかな。アレス、結界が破れた。今こそゼウスの真意。意を確かめん。お前たちの力をわしに見せてくれ。お上品、さすが私が認めた方ですわ。初心のゼウス。それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですがね。私勝てるんでしょうか。全く動じていないな。私たちの寝返りは想定内ということか。いや、がっかりしたぞ。何せ美女が敵に回ってしまったからな。神にそう言われて悪い気はしませんね。もっとも我が君以外に興味はありませんけど。父上、私もお力添えいたします。人間どもね、屈辱を晴らしてくれるわ。ゼウス、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力ずくで果たせてみせよ。け、その余裕、自信の表れか。全身全霊の部で挑まねば。雪村殿のどんな逆境にもくじけぬ心、私ももっと見習わねば。私も趙雲殿の槍術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。
このような会話前にもした気がする。ほう、良い働きつけ。その勢いに乗るのも一興だな。いや、水鏡で見ていた通り英傑ぞい。それに何といっても美女が多い。無双の武を示せ。よっしゃ。シューマイ、これぞ無双。これ以上集体は晒せぬ。聞かせてもらおう。これは執着。